当は不安です。当時マスコミの報道がものすごく厳しくて、体調不良は最悪です。私ももう目の前、街を歩けないぐらい本当に厳しい状況です。敵で探していただいたときに、医師を投げられるんで、投げられるんじゃないか、そんな思いもしながらのスタートでした。確かに厳しい言葉もかけられました。大体2ヶ月しろ、たった電話でしまう。そんな強い言葉もかけられ、本当に厳しかった。しかし、一日駅で街頭活動をして、皆さんの前でご挨拶やお話をする。そんな中で、お一人お一人、ご支援いただいた方が増えてきたんです。不動で頷いてくれる方、そして小さく願望をダムポーズをしていただく方、そして、社長さん負けるなよ、社長さん頑張れよ、負けたらなって、そういったご支援を広げていただける、そんなことが広がってきました。自分は一人ぼっちだと思ってたんだけど、決して一人じゃないんだな、そういった思いを強くしました。お手紙もたくさんいただきました。毎日毎晩、読ませていただいてます。その中には、本当に実は苦しんでおられる方、困っておられる方がたくさんおられる。そういった方々と決して一人じゃないんだ。今は辛いかもしれないけど、目の前を見て頑張っていけば、自分を信じて周りを頑張っていけば、なんとか世の中、この状況は悪くない、良くない、良くなる方法に、そういう思いをご参加していただきます。そして何よりも、心を攻撃してしまい、休みの日忙しい時、そして多くの皆様が、私の話を集まっていただいている、足を止めていただいている、これこそが大東の人がこれまで一人じゃない、本当に私は一人じゃないんだ、皆さんの支えがあってこの日は立っているんだ、それを改めて心に刻ませていただいています。本当にありがとうございます。やっぱり仕事をしていくというのは一人でできるものではないんだということがよくわかりました。今回の選挙もそうです。私も一人でも立ち上がるという思いでスタートしました。やっぱり一人では何もできない、周りの友人や知人、そしてボランティアの方が、そして県民の皆さんの支えがあって自分が選挙活動なんとかここまでいることができました。やっぱり仕事なんてそうなんです。周りへの感謝、そして会話をもっと進めてコミュニケーションしていく、これが本当に大事だと思います。これからは感謝の気持ち、そして何よりも自分自身が謙虚な心、謙虚な気持ちをもっともっと胸の中に刻み込んで、自分自身が生まれ変わってもう一度新たなスタートをする、そういった思いでぜひもう一度チャンスを与えていただきたい、もう一度県政を担わさせていただきたい、もう一度仕事がしたい、その思いをぜひ皆さんにご理解いただきたいと思います。
進めていこうとする。OB の天下りを65歳以上になっても続けようとする。そんな県政に戻しちゃならない。3年間歩んできたこの歩みを、決して今止めるわけはいかないんです。だからこそ、皆さん一人一人の力を、一票一票を私、最初のことにともに与えていただきたい。投票行けない方は、ぜひ、地域前投票に行っていただきたいです。地域前投票をされた方は、友人や知人や会場の方に、一人でも多く広げていただきたい。それが私、最初のことにとも、再び現実に押し上げていただく、大きな原動力、大きなお礼になります。皆さん、一緒に頑張っていきましょう。真実は一つなんです。
会場スタッフ、会場スタッフなどの皆様のお力を貸してください、助けてください。皆様の兵庫、神戸の未来を会場スタッフ、会場スタッフに託してください。会話を重視し、兵庫をもっと躍動させたい、その強い思いを持つのは、会長スタッフ、会長スタッフでございます。皆様、高い拍手を交わしていただきながら、その温かい日を感じていただき、会場を深くと、会場を深くとの2人にて、ご支援を行いますよう、よろしくお願いをお待ちあげます。皆様、本当に長時間ありがとうございます。お待ちいただきまして、本当にありがとうございます。斉藤さん、応援してます。押し合わないようにだけお願いします。応援します、頑張ってください。今度は投票に行きます。ありがとうございます。あ、斉藤さん、投票しました。頑張ってください。キースメントの手ぶらで行きますので、ぜひ斉藤さん頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。